はい、皆さん、毎度毎度。とりあえずね、パーマに息つけてね、薄毛なのでね、細毛薄毛なので、まあ、数回パーマ息かけて15分で外して終わりと。まあ、あとはコメント返し。春先生ね、スカイライン先生ね、コメント毎度毎度ありがとね。ちょっと最近ね、秘書課のお姉さんとのタイミング合わなくてね、録音ができないんだよね。まあ、美容師の先生方はね、高校生が内巻きになって喜んでる姿見たって、まあそんなら自分でも何人だってやってんだから、まあ嬉しくもなんでもない、ああまたかなんて思ってる程度だけどね。まあ普通のね、男性の方は美容室で起きてることっていうのはちょっとね、なかなか見れないよね。スカイライン先生ね、あの高校生の髪の毛だけどね、内巻きに巻いたね。あれ本当にね、自分だとね、もうどうしようにもできないんだよね。ああいうね、髪の毛でもね、業務用の道具使うとね、もう何でもぐるりんと曲がるからね。ね、家庭用の道具ってのはね、安全にできてっからね、やっぱパワーがないんだよね。萌えって？萌えはもう古いの？ねえ、なんだっていいやね。我々の世代だとそういう言葉が通じるからね。あと、春先生もね、秘書課のお姉さんね、働く女の人は美しくていいですねって。あの動画わざとね、ああやって名指しで入れちゃったから悪かったね。あれ男の人って書けばよかったね。すべてのね、男性諸君に向けてね。なんとなくね、そのコメントが来てたから前にね、あの女子高生の頭のね、あのフリフリでね、春先生とスカイライン先生のね、だからわざと名指しで出したんだけどね。まあ漫画だと思ってね、あまり難しく考えないでね。リアルにね、秘書のお姉さんはね、なんとも思ってないからね。ヘラヘラしてるからね。春先生家の猫ね、出てきたね、三毛猫ちゃんね。白い部分が綺麗だね。で、黒と茶色の部分の比率がいいね。あの、三毛猫ともなんか取ってつけたみたいなところがあったりするんだけどね。あれはなんか綺麗に分かれてたね。春先生家の三毛猫ね、写真撮らせてって来るのがなんとなく分かる感じだね。今後ね、春先生家の動画を飾るね、猫になるかどうかね、ちょっと楽しみだね。本当にね、猫とかね、あ、猫いいよね。あの、つまんない動画でも猫がいると本当にね、あ、猫がなんかふざけてるとかね、猫がちゃちゃ入れてるとかってね、全然違うもんね。だからうちのね、このクソ動画もね、もうなるべくやっぱり3分ぐらいでいいだよね。あの、5分も6分もあると飽きちゃうからみんなね、つまんねえ内容だからさ、もう内容なんかほとんど変化ないしね、毎度毎度同じことをさ、繰り返しループしてるだけだもんね、うちは言ってることがね。むしろね、最後のおまけ画像、とりあえず使い回してもいいから、ちょっと漫画っぽくね、なんかやってくかね。最後、もう本当にさ、美容と関係ない人は最後の10秒、15秒見りゃいいぐらいにしてね。そんな風にでもね、編集できればね、面白いかな。ちょっと考えようね。はい、お疲れ様でした。